僕が弾き始めた2000年の初めの頃、もう20年ぐらい前のその頃よりグレードアップしてますね。あの頃より良くなってます。あの新品の具合がね、あの頃のは今良くなって、あのまあ着てるけど、新品でこれだったら新品でこれだったらちょっと先が思いやられるって感じが、ちょっと楽しみでしょうがないって感じはありますね。ええ、うん、あのね、昔から鳴るんですよ、山のギターは。鳴るんだけど、あとは品の問題なんですよ。で、品がね、良くなってきてるね、すごく。あとは弾いてる人の性格がどうなるかで、10年後、20年後でに変わってくるんじゃないですか、ええ。妙なストレスがないので、こんな音出したいのに出ないなっていうのはないので、だから楽に弾けます。うん、それはある。ただギターの中ではね、それはいろいろなギターがあって、そういう音が出なくてしょうがないけど、その出た結果、やった弾いた結果いいっていうのもあるので、これ何とも言えないんだな。音楽ってさ、全てこれがいいってこれが悪いってないので、これが しょうがないですね。これはただ これはオールラウンドです。ヤマハはだいたいどの楽器もオールラウンドです。あの楽曲は選ばないね。うん、あとそれが合わないって言うんだったら、それは弾き方があり、うん、やっぱりね、値段が高くなればなるほど品が出てくるのね。で、音の鳴りはね、そんなに変わらないんですよ。あのちゃんと作ってやればみんなそれぐらいの音するんですけど、その品の問題って結局周波数帯の問題なんでしょうね、きっと。気持ちのいいとこがカーンと出てくるかっていう、うん、それは面白いんだけど、例えば、まあ、レコーディングもよくあるんだけど、ハイが足りない時にどうしたらいいか。普通だったらイコライゼングでハイ上げるでしょ。そうじゃない場合が多いんですよ、意外と。ローの位置があるところをローをフッと上げてやると、このハイがすごく輝き出すってことがあるんです。それがレコーディングのミキサーのエンジニアリングなんだけど、それと同じことがギターにも言えて、でそういうその多分深い範囲の深いあのローのところの出方が値段が高くなるにつれ良くなってくるんだよね、多分。僕はそういうふうに感じてる。ただ深みが必要な音楽を深みに出すように演奏するのは大変です。やっぱ楽器が鳴らないと。でそれはもう間違いないので、ええ、まあストレスなしに演奏はできる。
あの楽器っていうものは音を出して楽しむためにやるもんだから、結局自分が好きな音楽しかやる気にならないんですよ普通は。それでいいんです。だから楽器を始めるときにこの曲がやりたいと、それで始めることが大事なんです。ただ単にギターを習ってみよう、ギター弾けるようになりたいな、じゃ上手くなりません。上手くならないし楽しくもないです。練習もできないです。それは自分がやりたい曲がこの曲1曲でいいと、この曲1曲とりあえずできるようになりたいなと、それがないとダメです。でそれできると次いけるんです。押すギターが上手くなるんです。だから1曲これさえできればっていうのを1つ決めて、自分のお箱を一つ完成させればいいんです。もうそれだけ、あと何もなし。